突進攻撃やると。あれ。どこ行った？うわ見えねえ。見えねえ、隠れやがったな。隠れやがったな。こっち俺行けねえんだけど、これ以上進めねえんだよな。おいビルバー隠れてないで出てこいよ。ずるくねあれ。あれずるくね。あれずるくねあれ。あんなとこから戦われて、ね、何も当てらんねえ。ちょっとおびきをさ、良さそう。おびき出す。あ、こっち来いや。あいつハマったんじゃないのか、まさか。叩き潰してやるぜ。来ないぞ。来ないぞ。あいつバグったんじゃないのか。またあの外でバグ、外出れないバグみたいな。外出れないバグだろ、これ絶対。嫌な予感がする。あそこにずっと居座ってる気がする。こっち来なくなったぞ。これバグだろ、これ絶対。これ前もあったんだよ、これ。どっかで。あ。観覧車みたいな。ビルに挟まって動けなくなったんじゃないの？おい、あそこのビル挟まったんじゃないか。おい、ビル挟まったぞ、あいつ。観覧車か何かか、あれ。これバグだな。これ動画にあげよう、これ。挟まりバグ。挟まりバグですね、これ。ラスボスなのに、なんか、ビルに挟まって、動かなくなったんだけど。情けないラスボスだな、おい。情けねえラスボスだな。ツイッターでアップしとく。ツイッターでアップしとこう、これ。いや、ちょっと待って、これ動画にして。
い、ラスボス、ビルの中挟まって、動かなくなったぞ。これバグだろ、絶対。ずっと動かないんだけど。いい加減にせよ。D3 なんとかしろ。よし。これで D3 パブリッシャーにあんの。バグ。ラスボスが、ビルに挟まって ラスボス動かなくなったよ。ね、地球防衛軍、地球防衛軍、地球防衛軍。いや、どうなんないだろう、これ絶対。無理だよ。これ前もあったもん、こういうこと。何であったんだっけな。デカブツ、誰だっけ、どっかの。だってこっち自分行けないんですよ、ほら。自分この右上のあの赤い線があって、これ行けないんですよ。だから、行けないんだよ。
でね、これどうしようもなくなってね、退却するしかなくなったんだ。こっち行けないのよ。で、画面外でお前バグってんだろ。観覧車が何か。これ。押して。画面外で止まるのやめてくんないですかね。画面外で挟まってんだけど。おい。D3。D3 パブリッシャー。いや、違うな。サンドロット何とかせよ、はよ。何度も敵がお前画面外に行って、しかも、こっち行けないし、勝手に挟まってるしさ。これラスボス戦だよ、これ。ということで、クレームをと、ツイッターで。はよ直せと。ツイッターでちょっとクレームを入れとこう。何なんだよこれ。なんでお前ラスボスがお前挟まるんだよ、しかも。挟まってないビルに挟まるよ、ラスボスが。お前ラスボスビルに挟まるって、お前頭おかしいだろ絶対。ラスボスビルに挟まる、あ、ひどいラスボスだな。ひどいラスボスだなこれ。こっちは爆発物持ってないからね。爆発物持ってたら、破壊できるんだけど、あれ、ビルとかを。それができない状況だから。どうしようもないね、これで。だってそもそも入ったんだから出てこいって話だよ。なんで挟まるんだと。入れたのに出れないってどういうことなの。どういうことなのこれ。これひどいですね。ラスボス。ラスボスビルに。ネタになる。ネタになる。ラスボスビルに挟まる。さてどうするか。
と言ってもどうしようもないんだよな。攻撃もしてこないし。攻撃もしてこないから、爆発物も持ってないから、どうしようもない。バグ更新し、あの、バグが修正してもらいたいですね。ラスボスだぞ。確か俺前になった時あの、デカブツじゃなかったっけな。前もこれと同じバグが起きたんだよ。デカブツ、あの、ゴジラみたいなやつとか。ゴジラ。ゴジラバグ。ゴジラ挟まるバグ。バグ修正しろ。マジで。あ、これリセットするしかないですよ。リセットっていうか、退却するしかない。負けてないのに退却するしかないのか。負けてないのに退却しなきゃいけないんだろう。仕掛けるセンス。でもこれ発売して2年近く経って、2年以上経ってるはずなんだけど、横のバグまだ残してる。潜水と仕掛けるなんかもご何か言ってますけれど、何かもごもご言ってますけど、こっちちょっと行ってみる。いや、光ってんな。うわ、これ観覧車か何かに見える。色は綺麗だ。色は綺麗です。まさかラスボス、これ多分ラスボスなんだと思うんだよ。これ ラストミッションなんだよ、これ多分。ラストミッションなかったんだけど。あ、でもちょっと待って。これ、当たる？これ。肩のあたり当たるんじゃない？当たった。敵の司令官が目の前に。あ、来た来た来た。あ、よかったー。でもこれ、長距離武器なかったら積んでたやつ。